Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25 分. わざとのようにカレーを加えてきました。そりゃそうですよ、もうしずる効果ってやつでしょ。いやらしいね、業界人が。そう、ラジオだからこれカレー派の音ですね。そういうこと。私の青春時代はノマアピロス、アピロス、はい、それからダイエーノマ店と変わって、今はこれはパセオ、野間大池ですね。この時間帯ではちょっとね、あの見つかわしくないかもしれませんけど、不適切かもしれませんけどAV 男優みたいな。あ、不適切ですね。そうですか。なんか日に焼けた感じ。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間。拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩について行ってみましょう。おはようございます、坂口拓司です。おはようございます、勝木かなです。今日は福岡市南区の野間大池前の交差点におります。はい、野間大池前といえばですね、ここはもう福岡市南区の真ん中あたりですよ。大きな池で、その野間大池の交差点がこの野間大池前の交差点です。ここね、非常に複雑な構造してまして、はい、大池通り、通称がこの今私たちの前の4車線の道路ですね、はい、東西走ってます。それから、北西の方向についている道路が、大池寺塚線という道路で、はい、で今日私たちが歩こうと思っているのはこの、野間花畑線という、だから変則四つ角で、昔からここは渋滞がよく起きてたんですよ。はい、でもう時間が読めない。あ、なるほど。この場所を通過するときで、昔と比べてね、渋滞がきつくないんです。今実はあの、夕方の時間帯なんですけども、はい、もうね、4時前後ぐらいからもうびっしり、どの方向も、動きが取れないみたいな感じで、その渋滞にはまったら、まあ4回5回、信号変わらないと抜けられないっていうぐらいの長さの、そうですね、1キロとか2キロとかの渋滞じゃないんですけれども、数百メーターは続いてた、はい、交通のまあ要衝でもあったわけですけれども、通行量減りましたね。どういうわけだか、だからあの、都市高もありますし、こう逃げることができる、道路が複数あるからということでしょう。でね、ここあの縁起でもない話をしますと、はい、北が大池1丁目で、東が野間4丁目、はい、で西が寺塚1丁目、南が柳河内1丁目、この交差点の中でもしも交通事故を起こした時にはですね、どこでぶつかったかっていうのを文章化するのがものすごく難しいんです。きれいに分かれてないんですよ。だからね、あの警察の方もだから文章書くとき、長所書くときに大変な交差点です。はい、さあ、野間大池をですね、先ほど申しましたように大池、花畑、あ、野間花畑線の方に向かっていきたいと思います。もうね、紅葉も進んでおりまして、落ち葉もいっぱいなんですけれども、はい、いやー、これは寒いっていう風に言っていい気温ですよね。今日は結構寒いと思いますね。はい、もう
わざとのように彼を分かりました。そりゃそうですよ、もうしずる効果ってやつでしょ。いやらしいね業界人が。そうラジオだからこれ枯葉の音ですね。そういうことな野間大池沿いを今歩いておりますけれども、これね、本当に広い交差点で中学校の、まあ、運動場標準的な4つ分ぐらいあるんですよ。周りずっとあの周回するように遊歩道がついてまして、はい、あもう久しぶりですね遊歩道じゃない歩道歩くの確かに、うん、この、野間花畑線というのは片側が1車線、もう片方も1車線で2車線、はい、もうずっとこの狭さ変わらずですね。歩道は広くなってるんじゃないかな。そうですか。で振り返ると時計台が見えるんですけども、時計台が交差点にあったんですね。私あのこの交差点はろくな記憶がなくって、ほぼイライラしながら車運転しますから時計台があったって気がつきませんでした。心のゆとり大切ですね。大切ですね。もうね、妙光寺という、お寺の前を今歩きながら通っておりますけれども、これは野間大池公園前のバス停ですね。字数が多い字数多いけどもうギリギリですよ。もう視力検査もだん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 老眼が進んでまいりましてね。しかしあの遠くのものははっきりするっていう不思議な感じのね経験もしております。ほらほらもうこのね大型商業施設が野間大池の南側にはまあ、昔からあるんですけれども、はい、そこまでぐらい必ず渋滞してたんですけども、今スカスカでしょ。もう全然渋滞の10の字もないですよね。であのこの野間大池っていうのはレンコン堀とですね大雨が降ると洪水になりやすい、まあ、あまり名誉ではないことで一時はまあ有名だったんですけれども、整備が進みまして野間大池というのは福岡市内で、最も大きい治水池になってます。洪水を防ぐ役割をする池ですね。3万3000平方メートルありまして、西側は公園として整備されております。散歩のコースになっております。はい。グラウンドの周りはあの並木桜並木になってますんで、毎年春になりましたらこの野間大池の周り花見の見物客でにぎわいます。公園一周は1キロ弱ですから900メートルぐらいの、コースになってるんでしょうか、ね、あの懸垂できるものとかですね、腹筋鍛えることができます。健康の器具などもいろいろあります。ジョギングするのももってこいです。はい、でここは大型ショッピングゾーンですね。もう名前もいろいろ変わりましてね。私の青春時代は、はい、ここは野間アピロス、アピロス、はい、それから大英野間店と変わって今はこれはパセオ、野間大池ですね。もうアルファベット表記になったら読みにくいねもう誤読したら大事ですからです、ね、ここは歯医者さんもあるし、はい、あ薬局もあるしクリーニング屋さんもあるし便利なところですね。それからジムもある、はい、しかも24時間、はい、プールスパ完備って。だからこれスパって温水でしょ。そうですよ。あーいいな。私もね最近あの週2から3ジムに行くようになりまして、あら、もう好調です会長で、会長で50代の頃よりも元気になりましたよ。あそうですか、はい、それ目的としては、あの健康増進です。なるほど。あなんかあのダイエットとかそういう目的ではなくてですね、ムキムキになろうと。いやいやそんなことないです。とにかくあの足動かさないとダメだからっていう、なんか、うん、体の7割ぐらいは足あたりに筋肉とかついてるんでしょ、はいはい、で動かしたら血流も良くなるっていう風にもうけしかけられましてですね、週2から3頑張っております。面白くてね、数値目標がこうできたら
今ね、若い頃自転車やってたって言ったじゃないですか、はい、でエアロバイクにまたがるのが好きになりまして、1台につき30分しかまたがっちゃいけないんですね。そういう、はいはい、まあ、施設のルールがあるんですけども、はい、それで1分間にだいたい90回転ぐらいさせまして、はい、で30分で150キロカロリーぐらい消費するんですよ。距離的にはそれってどれくらいなんですか？いや、まあ、そのカロリー数で、消費カロリー数で測るらしいんですけど、なかなかですねっていう風に褒められるのが嬉しくって。それあれですね、25分間歩いても60キロカロリーとか70キロカロリーぐらいしか消費しないから、だからこの歩く25分よりもはるかに頑張ってるって。本当ですね。同じ30分ぐらいでもね、えらい、もっと本気出せっていう風に言われるかもしれません。このウォーキングはね、本気出すとペースかなり上げていかなくちゃいけませんし、あくまでもお散歩ですから、描写できなくなりますから、周りのも。もう昔と変わりませんね。この辺もう柳河内のバス停ですよ。はあ、柳という字と山水の川に、内側外側の内と書きまして柳河内ですね。はい、ここあたりはだから柳河内の小学校はないんですね。柳河内1丁目は若久小学校に通って、それから若久から野間中学に行きまして、で柳河内2丁目は、東若久小学校から、筑紫ヶ丘中学校に進学するっていう、地名がついた小学校には通わないっていう。ここはタクシーの営業所ですか、ね、個人営業ではなくて会社なんですけれども、今1台もタクシーございません、うん、タクシーが今ね捕まらなくてね、まあ、あの個人の方もなんか台数減ったような体感としてはあるんですけれども、あの来ていただくのが大変な状況になりつつありますね。世代交代もあるのかな。で新型コロナの間にいろいろお考えになって、辞めたっていう方も多いんじゃないかなと思いますね。整骨院の前を私今通っております。ああ、代替わりしたんですね。お家も新しいものが、そうですね、今日のあの行きに、団地のところを通ってきたんですけれども、昔からのお家もありまして驚きましたね。よいしょ。今日は、野間花畑線を歩いております。歩道は片方にしかありません、はい、方角で言えば西側についてまして、大人2人がやっと通れそうなぐらいの広さしかありません。遊歩道をずっと先週まで歩いてまして、はい、もう全然あのなんていうか無防備にね、はい、車が横通ることもないじゃないですか。そうですね、せいぜい横はあの生垣ぐらいなもんで、はい、危険なものが何も通ってないからもう視観して歩いてたんですけども、もう真横数十センチのところ車が通るようになりましたらやはり緊張しますね、こんな私でもね。歩く側もね緊張感もあるね。そうなんですよ。ずっと住宅が続いています。まあ、気持ちのせいでしょうか、営業所がこの辺りまでは多いような気がするんですけれども、この、道路を左にカーブしていくと私たちがお世話になっている自動車運転免許試験場があるようになるんですけど、あの運転免許証、ねの時に行く時に、ね、これもまた時間かかりましてね、はい、なかなかあのゴールド免許の方に行けない立場だったりしましたら、もう行くのも大変、施設に入ってからもう立ちっぱなしで並ばなくちゃいけないとか、講義も時間かかるとか、はい、一言みたいに言ってますけど、あなたゴールド？ゴールドじゃないです。あ、ゴールド。ね、いろいろ世間は事情がありますから、大人の事情でね、そうなるわけですよ。あともうちょっとだったらにーというのがよくあるんですけどね。まあ普段から緊張してね、はい、まあ安全安心なことをしてればいいんですけど、
まあ、そう、もうそうもいかないっていう事情の時もありますから、はい、皿山一丁目のところですね。皿山一丁目のエリア歩いております。皿山ってなんで皿山っていうか知ってます？あの形かなと思ったんですよ、はい、お皿みたいに、はい、上の方が平たい台形型の山をしてるのかなって。あー、これはブーでしょうね。昔はこの辺りは私知らなかったんですけども、陶工の皆さんがお住まいで陶器をたくさん作ってたんですね。はい、土瓶とか急須とか茶碗とか、京都から陶工を招いて、福岡藩がで京焼きと言いますから清水焼きですねに似せた陶器を作らせていたと。知らなかった。 でね、大正から昭和の初期ぐらいまでは汽車の土瓶、汽車の中に持って入るお茶の器、はい、それをもう大量にこの辺りで作ってらっしゃったっていう。でそれがその後半透明のプラスチックに移っていくわけですけども、はい、それになるまではねこの辺りで作られたものが使われていたということです。はあ、この福岡整形外科病院は昔からあるよ。あ、そうなんですか。覚えてた。で右隣は駐車場で、その奥は住宅地が広がってるわけですけど、これも代替わりですかね。新しいお家が増え始めましたね。合間にはコンビニエンスストアとかいろいろ建ってるわけですけれども、よいしょ、行きましょう。昔に分譲された集合住宅ですね、これはね。あ、本当です。なんかちょっとレンガの色というか壁の色で分かります、ね。あ、分かるようになりました。うん、なんとなくこれね、その時流行ってたんだろう。赤茶色のタイルって大流行した時代があって。そうでしょ。はい、そうなんですよ。大体建築デザインもその流行がありますから、うん、あ、これは80年代だなとか分かるんですよね。もう今はね、いろいろですよ。でもやっぱその当時に建てられたもうエントランスが豪華ですよね、やっぱり。豪華ですね、うん、がバブルの、まあ、崩壊前までのマンションっていうのは、豪華な室内になってて、はい、やはり玄関はお家の顔というような何か意識がね、集合住宅でもあるのかもしれませんね。それからこれは紳士服の専門店の今前を通ってるんですけど、仕立てる紳士服です。昭和のお父さん方はスーツは既製服っていうのがあまりなくって仕立ててました。仕立ててゲップで払ってたっていう、1年とかあるいは物によるんですけれども、1年以上かけて支払ったりボーナス併用払いで支払ったりしてたんですよね。だから福岡市中央区の、渡辺通りの宮殿のビルの周りはその仕立てる紳士服屋さんが多いんです。なるほど。まあ歴史ですよね。今もありますからね。今もあります。一部残ってますね。こいっちゃなんですけれども、中高年になりましたらだんだん標準的な体型じゃなくなってきてだいたい袖丈が長いとか長すぎるとか、つまりは腕が短いんですけれどもそういう人とかね、お腹周りが大きくなったりするからしょうがないんですけども、はいはい、進化ですよ。そう生きてるうちの今日ね、最近の傾向としてだんだんこうサラリーマンも偉くなっていくと太ってくるわけですけれども、いろいろご接待受けたりご接待したりっていう立場になると、はいはい、そうなくなってきましたね。なんか健康でね、日焼けして、それもなんかゴルフ焼けみたいな不自然な焼け方じゃなくて、日焼けサロンに行った焼け方、均一のね、うん、まあ時間帯、この時間帯ではちょっとね、見つかしくないかもしれませんけど、不適切かもしれませんけど、AV 男優みたいな、あ、不適切ですね。そうですか、なんか日に焼けた感じ、不適切発言ですね。でバリバリ体鍛えてらっしゃる経営者がやたら最近多いんですよ。そうなんですよ。この右カーブの感じ、はい、昔と変わりません。
右カーブしてだんだん見えてくるんですよね、試験場が。うわー、ちょっとなんかここもタイムスリップしたような感じですよ。懐かしいですか。懐かしいですね。行くときはね、あの仕事にこう仕事いろいろこう前に前倒ししたり後ろに避けたりしていくんですけど、半日は潰れますからね、試験場は、ね、もう羨ましくってしょうがない。ゴールドの方はすぐ終わりますから ね福岡市中央区のあのサンセルコの地下に行ってちゃっちゃと割ってもう1時間もかかんないんじゃないですかね。かかんないと思いますよ。はあね、まあ、わずかの違いですけれども、普段の気持ちの持ちようっていうのが、運転免許の更新の時によく出てくるということですねこの病院も確か昔からある岡本院さんですね。あの病院とか、はい、昔からあった場所に見つけるとなんかホッとするね。そうそう、あの整形外科と外科ですから、はいはい、主な科目がこれはこの地域のおじいちゃんおばあちゃんがお世話になってますよね。皿山1丁目の方を今、南に向かって歩いております。皿山の交差点が出てまいりました。バス停の名称でいうと皿山、こちらは3丁目ですね。はい、福岡自動車運転免許試験場まもなくです。確かね、なんかバスの時間までに、はい、ラーメン屋さんでなんかラーメン食べた記憶があるんですよすごい覚えてますね。よし、はい、では今日の歩数発表します、はい、今日は1847歩。1847、結構歩きましたね。はい、で距離にすると、1キロと260メートル。はい、1キロ200、はい、カロリーはエアロバイクより行ってないですね、74.74 ってエアロバイクの半分っていう。もう散歩ですからね、仕方ありません。はい、今週はこの辺で、はい。9時と歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app.
Don't miss it.